秋らしい雑貨を出してちょっと飾ってみたのでご紹介しようと思います。こちらにはハロウィーンということでコウモリのポストカードとか、あと洋梨の雑貨と、これは F スタイルさんで購入したろうそくになります。ちょっとおどろしいような雰囲気になってしまいました。でこちらのコーナーには洋梨の大きいポスターと、この無印の棚にはアルテックのガチャガチャで当たった家具を飾っています。とってもお気に入りです。こちらには秋の果物のポストカードとかを置いています。こちらは畳コーナーになります。いつも季節で変えているこのクッションは、今はマリメッコのコンポッティという柄のクッションカバーに交換しました。こちらの白いお家の中には、これはハンドメイドで買った洋梨の雑貨とか、ドアルテックのミニチュアとかを置いています。こちらのコーナーには秋の果物のイチジクを飾っています。我が家にはイチジクの木があって、植えてから4年目ぐらいに多分なると思うんですが、やっとイチジクの実がたくさんなりました。もう少しで食べれるようになるのかなと思います。とても楽しみです。ソファーのところの無印の棚も少し変えました。こちらは木製の花瓶と陶器の花瓶です。これは、スウェーデンのアンティークの食器になります。こちらは玄関になります。行ったらカステヘルミの皿に可愛いお花をふっと置いています。洋梨の木製のトレイに羊毛フェルトを置きました。先日、アップルウォッチのバンドを新しいものを買ってみました。カバーも黒いもので、ベルトも黒いものにしました。で通常のベルトよりも細さが半分ぐらいで、とてもなんかシャープな印象でいいなと思います。細い方がなんか圧迫感がないような感じがしました。ご視聴ありがとうございました。